菅野美穂は番組で毎日バタバタと本当に朝から怒鳴り声を上げて髪の毛を振り乱しながらやっておりますと笑ってみせた。仕事と育児の両立に必死だという。菅野に映画やドラマが入るときは夫の堺雅人は大きな仕事は入れず育児中心の生活にするそうだ。夫婦で同じクールにドラマの仕事を受けないというルールがあるそう。長男の野球教室の保護者は菅野さんはいつもコーチに挨拶するのですが、こんなに礼儀正しい保護者は他にはいませんよ。その日は息子さんが野球をしている間木陰でドラマの台本を読んでいましたという。一方堺も娘を自転車の後ろに乗せて幼稚園まで送り届けたり、夫婦二人三脚で仕事と育児を両立しているようだ。最近では都心の総合施設で大人気アニメの映画を家族揃って鑑賞したそうだ。